では引き続きパート2をお聞きください。超売れる塾ポッドキャスト、笑うビジネスマン。でまあ、そのいわゆるね、そのまあ本のテーマにもなってますけど、このできる店長とダメな店長、はい、ダメっていうのもあれですけどもね、まあ、できない方ですね、ええ、うん、これ決定的な違いって何なんですかね。自分がまずダメ店長であるかということを自覚されてるかどうかだと思います、うん、なるほどね、はい、それはどっちがどうなんですか。できる人がそれを自覚しているってことですか、それとも、ダメな部分があるでもいいんですけど、言い方としては、うん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 、私は店長としてここは欠けてるなと、足りてないなと、うん、もしくは隣のお店の店長の方が優れてるなと、うん、いうようなところが分析できてる店長は、うん、できる店長になれるっていう意味ですね。お、今はダメ店長であっても、うん、はい、つまりその自分自身を把握というか、まあまあ俯瞰できているということですか。そうですね、能力なり立ち位置なり、それがこう忙しすぎてオペレーションやりすぎて、もう体力的にも精神的にも、もう疲労困憊、うんうん、そうなるとこう仕事に対して無関心、うん、アルバイトに対して無関心、うん、そういう部分をオブラートに包んじゃってる人は、うん、一生できる店長にならないです。ダメ店長のままです。うん、はたから見てて、ね、なんかすごく面倒そうだなっていうのが、やっぱりその従業員さん、アルバイトさん、はい、この辺のマネジメントなんですよ、ね、これやっていく上で一番基本的に大事なことって何ですか。人を面倒見るのが好きかどうかですね。私も一人の息子の父親なんですけど、はい、肉親だと何度でも注意したり叱ったり怒ったりっていうのは誰でもやりますよね、ほぼ、ね、はい、まあ、育児放棄をしてしまう、うん、一部ごくごく一部の方もいらっしゃいますけど、でも他人となると、うん、一度二度注意して言うことを聞かないと、うん、諦める人が多いんです。ああ、朝ちゃんと来いよと言わなくなるみたいな、で俺は言ったよなっていう現地取りに始まったりとか、そういうレベルなんですよ。なるほどね、でそういう人たちって僕は人はあんまり好きじゃないんだなと思うんです。たまたまこの40代前半の世代っていうのがこういろんな近所付き合いが変わったりとか、そういう過渡期だったと思うんですよね、うんうんうん、そうですね。僕はあの3丁目の夕日世代ではありませんので、その10年後ぐらいですからあそこまでこう近所のおばちゃんがこう隣の小学生にわって怒るとかっていうのはあまりないですけど、うんうん、でも 1,2 度はありますよね、うん、そういうふうにして、その人と人とのこの触れ合いっていうのをこう二十歳ぐらいまでにやってきてない方っていうのはもう苦で苦でしょうがないでしょうね、店長職って、うんうん、お客様と接するのも多分かったるいと思います。そういう人って対人のところでなんかそのね障壁をすごい感じるんだろうなみたいな、製造してるだけでいいとか販売してるだけでいいとか、そういう、うんうん、ものではないですよね、日本の店舗っていう形態は。でその、まあ、ゆとり世代に限らずなんだけど、ね、やっぱりその自分がねその学生ぐらいの時とか思い起こしても、ね、例えばバイト先の店長とかね、その先輩とかのことでも必ずしも全面的に肯定したり尊敬してるわけでもなかったじゃないですか。あの人バカだからさ、はい、みたいな。はいはいはい、うん、でなんかこう妙に反抗的になってしまったりとかね。はいはい、うん、ってなるとやっぱりこうなんか言われても言うこと聞かなかったりするわけで、妙に反発してしまったりとか。うん、その辺の掌握って言うとまた語弊があるのかもしれないけど、彼ら彼女らにその、うん、ちゃんと職務遂行させるにあたって、どんなスタンスで接してらっしゃるのかなと思って。ですね、やはりその店長成り立て新人店長の頃ってのは、うん、もう力でねじ伏せるんですよもうオペレーション力であれば早くて綺麗とか、うんうんうん、段取りがもう3時間先までビターッとできてるとかですね、うん、もうグーの根も出ないような運営、うん、まあ、経営と運営違いますから、うんうんうん、オペレーションの運営をこう仕組んで、はい、自分でもやり、うん、的確な指示を出し、うん、その文句言えないわけですよ、うん、
僕はあの窒息型って言ってるんですけど部下窒息型って言ってるんですけどもう何も言えねえや天井にはみたいな、うん、一人圧力団体、そうですそうです一人圧力団体面白いですねその辺がやっぱりその新人店長、うん、もうハッスルするタイプ、僕はもうその典型でしたね。なるほどね、まあまあぐいぐい引っ張ってはいるんですよね。そうですね、うん、でまあそのある程度キャリアも年齢も積み重なってくると、うんうん、まあ鈍重な方が増えてくるんですよね。はははは。でこうそれをアルバイトちゃんたちもよく心得ていて、うん、店長もうお年でお疲れだからみたいなですねあのいたわられ型店長って僕言ってるんですけど、はははは、そういうふうにしてうまく掌握してる人もはい、そうですね。妙になんか高齢なスーパーの店長なのになんでこの人なんか60ぐらいなんだみたいな人とかだとありますね、うん、逆になんかあれですよね、素直に従っちゃうみたいな。そうなんですね、なんかもう従わざるを得ない、うん、超ブレイク塾ポッドキャスト笑うビジネスマン。まあ私店長って何ですかと一言で言われれば、うん、私もピエロじゃないでしょうかとおういうふうにまあいつもお答えするんですね。ピエロ、うん、でピエロって何ですかってまあ当然話になるんですけど、そうですね、うん、私は店長ってのはもうぐにゃぐにゃの常にフレキシブルタイプで、うん、プライドなんていうのは、うん、あの数字を上げるだけのプライドだけ持ってればいいと思ってるんですね。ほう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 。別にこの自分が店長だから、うん、年上だから、うん、社会人としてのキャリアが長いからとか全然僕は関係ないと思ってます、うんうん、あ、そう関係ない、はい、うん、だって私の代わりに、うん、店長の代わりに、うん、その女の子のアルバイトさんが販売してくれたり、うん、男のアルバイト君がキッチンで食事を作ってくれたり、で私は身代わりなわけですよね、うんうん、みんな分身なわけですよ、うん、でその分身の中心が店長なのに、うん、え、へんってやってても、うん、その手足は動かないですよね。ですね、ですね。そしたらもう、うん、頑張れ頑張れとか、ありがとうありがとうとか、うん、お前もうちょっとそれできるんだろうとか、お前できるようになったなとか、もうそんなんでいいんですよ。でも本当にバックヤードとか、うん、イベントの大きい何か売り上げが高くなる日があった後の打ち上げだとか、うん、もうそんな時には、うん、逆に店長なんて僕は裸踊りができない人はダメだと思ってます、うん、腹芸の一つもできないと。僕は店長っていうあの役割って何ですかっていう質問をいただけば、うん、ピエロだと思いますと。なるほど。というふうに答えします。一言で言うならピエロ、はい、ピエロになれるが、はい、これはあの後書きに書かせていただいてるんですけれども、うん、とってもやっぱり店長っていうのは大変ですし、体も心もボロボロになりますし、うん、でそれでもまた這い上がって仕事をしていくんですけど、うん、その店長を卒業された職員、うん、エリアマネージャー、ブロック長、うん、営業次長、営業部長、うん、営業本部長、うん、っていう方々とあの後でお話をすると、やっぱり一番楽しかったのは店長だよねっていうのがですね、もうほぼほぼほぼ 100% です。はい、これもう3社4社移って、それでもほぼほぼ 100%、 つまりそれだけ辛いですし、しんどいですし、あの家族と会えない時間も長いですし、っていうの、おいおいなんだよっていう職位役割なんですね、うんうんうん、ただそのやっていた時の充実感というのは、うん、裏返せば出世するとなくなるよと、うん、なるほどね。なのであのそれはやってみたこと経験されたことがないので、うん、今店長という職位で、うん、わーっとこう、うん、ちょっとこうなんですかね、マイナスのネガの方向に行っちゃってる方もいらっしゃると思うんですけど、うん、実は今すごい熱い時間を過ごしていらっしゃるという方も、いや本当その通りなんです、うん、店長最高なんです。
超ブレイク塾ポッドキャスト、笑うビジネスマン。でも今回のね、あの植竹さんとお話しして、あと本読んで思ったんですけど、あの店長っていう仕事ね、これ本当にもうね、ものすごいネガティブなイメージしかなくて、まあ報道されているだけでも結構あれじゃないですか、名ばかり店長とか言って管理職のはずなんだけども、その低欲残業代をカットされてるだけとかね、うん、実は何も権限ないんだとか、まあ元々流通系の子会社にいたもんですから、流通系の店舗を見てましたけどもね、まあ業務とか見てたらなんかね憧れないんですよね。ある意味その取引先の上司のはずなんだけども、っていう感じなんですよね。まあ頑張ってらっしゃって、本当に真摯にね、あの仕事に取り組まれる姿勢っていうのは本当に尊敬できるんです。うん、そこは見習いたいんですけど、でも境遇がちょっとあんまり良くないよねみたいなね。うん、例えばもうオペレーション的なもの全部自分がいなくても店舗が回るようになってるとして、じゃあ何をやってるか、もうわけわかんないクレーマーんちに直接お尋ねして菓子折りもっとお詫びして3時間ぐらい監禁されてヘロヘロになって帰ってきてとかで、帰ってくるとまた次のクレームが発生してるとかね、見てていたたまれないっすよ。うん、であとはね、その底辺のバイトの人ね、底辺ってそのあれですよ、時給とかの話じゃなくて意識ですよ、労働意欲がですよ。うん、店長なんていうと戦場における司令塔なわけですから、手ぶらで何もしないぐらいが一番ベストなんですよ、実は全体に目配せをして。ところが本人がこの接客とか実際に手を動かしてないのを見ると、あの店長はサボってるとかね言い出して、バイト同士につるんじゃってですね、ものすごいギスギスした職場にしちゃうとかね。うん、まあそういうね、人たちをたくさん相手にしなきゃいけないと、まあこれ精神的に潰れますよね。そのある意味こう四面楚歌っていうんですかね、まあ、その中であの当然体調崩す人なんかも出てきてね、だからそれで2年ぐらい休職してた人がこの自分の部署に移ってきて、僕20歳ぐらいその時下だったんですけど、そういう人になんか研修とかしてたことがありますけどね、新しい仕事のね。うん、これ店長っていう仕事本当どうなんだろうと思ったんです。うん、でもね、あの植竹さんの話聞いたらば、やっぱりそこはあのやりよう一つだなと、考え方と取り組み方と実際の動き方ですね、これさえ間違えなければ、まあ苦しいことあってもそうやった人をやった分成長できる職場なんだなということが初めて認識できました。うん、で、まあ本のタイトル「できる店長とダメ店長の習慣」ということでね、まあ、私あのベタベタなね、あの店舗勤務経験ございませんので、できる店長かダメ店長かそこのジャッジよく分かりません、正直。うん、ですけど人間一時が万事じゃないですけど、植竹さんのね、あの出版のエピソードを考えてみると、そういう行動の速さとか、そのダメなとこから回復するっていうの、あの店長自体も本当いろいろあったと思いますよ。例えばその売上未達の日が3日続いたとかね、もう本当にその時ってどんよりすると思うけど、でもそれでそのままずるずるずるっとこう崩れていってしまったらば、それ多分ダメ店長なんですよね。でへこんでその数字の未達に対してギャーギャー言われつつも、そこから策を立て、従業員まとめてバイトまとめて、でもっといい売り上げを出す、いい結果を出すということをもう何年もやってきた人ですからね、本当にねタフだなと思いましたね。うん、多分だから店長っていう仕事をね何年か腰据えてやってみると、そういうところがいちいち鍛えられるんじゃないかなと、こういうふうに思いました。超売れる塾ポッドキャスト、笑うビジネスマン。ということで、今回は店長養成道場道場主、はい、ね、この肩書きが貫禄あっていいですね、これね。ありがとうございます、ね、そんな、植竹剛さんお迎えして、今回は店長の役割とは何か、これについて伺ってまいりました。はい、はい、まあ、細かいことについてはですよ、この店長どうあるべきかというところね、この本
できる店長とダメ店長の習慣の中にこう事例がそうですね 5,60 は入ってると思います。そう、もう超ね具体的な、しかもね捏造してないどこの職場でも起こりうるね、そんなあれがねいっぱい書いてありますんでね、非常にそこ読むだけでも本当に実用性高いと思うので、私の所感としてはね、とにかく部下がいる人はみんな読んだ方がいいです。あと上司との付き合い悩んでる人とかも、あのね変なコミュニケーション本より多分ねこれシチュエーションが明確なんですごい入っていくと思うんですね、うん、ただこうなんか抽象的にこういたわりの言葉をかけてあげよう、承認してあげようとかっていうよりも全然いいと思いますんで、ぜひ、お読みいただければと思います、できる店長とダメ店長の習慣でちょっと検索してみていただければと思いますね。はい、はい、ちょうどね、もうすぐそばまで来てるんですけどね、5月の18日の日曜日にこの上竹さんのご出版記念したイベントがございます。はい、何やるんですか。まずは、まあ、今までこちらでお話をさせていただいたような内容も含んでるんですけど、やはりそのどういうふうにすれば書けるのか、まあ、その時のモチベーションのコントロールや、あとその中身についての、文章の行間を解説します。なるほど、はい、つまりこれ書いてないことまでお話ししてくれる、そんな出版記念講演、はい、なるほど、で、もちろん懇親会付きということでね。そうですね、うん、はい、時間何時からですか。4時からを予定してます。4時からやって懇親会やって、はい、というね、日曜の夕方でございますけどもね、笑点とかサザエさんよりこっちが楽しいと思うんで、はい、ぜひご参加いただければと思います。満員になっちゃってたらごめんなさい。お申し込みはどちらに。はい、私のホームページがありますので、検索はですね、チーム力、スペース上竹を引いていただけますと、ホームページが出てきますので、トップに出ますので、そこからのお問い合わせのフォームに、5月18日参加希望と言っていただければ大丈夫です。はい、じゃあね、ぜひフルってのご参加お待ちしております。はい、で次回はそのねご紹介した本ね、これがちょっとね出方がそうですね、世に出方がね、はい、まあ、去年私どもの方でねザ・ルールオーディションというアスカ出版社さんと組んで著者を発掘するイベントやりましたけどもね、まあ、そのオーディションでは上竹さん実は優勝してないんですよ。はい、決勝にも残ってないんですよ。はい、残ってないです。にもかかわらずファイナリストとか優勝者よりも先にこの本出ちゃったんです。出させていただきました。うん、だから優勝できなかった人の方がなんで先に世に出たかというところを聞いていきたいと思います。ということで、上竹さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。超ブレイク塾のポッドキャスト笑うビジネスマン、次回も上竹さんをお迎えして成功するための地道だけど鉄板の裏道ルートをお伺いいたします。バックナンバーも引き続き iTunes とケロログ YouTube などで配信中でございます、ね、もう店長でない方でもね職場でのコミュニケーション悩んでる方とか性格的になかなかねコミュニケーション苦手という方にとっても役に立つ話いっぱい配信してますんで、よかったらお聞きになってください。お相手は超ブレイク塾主催西澤和弘でした。また次回ごきげんよう。